ロータス81はチームロータスが1980年及び1981年の F1 世界選手権に使用したフォーミュラワンカーである。ロータス81ロータス81は前年のマシンであるロータス80をベースに開発されたグラウンドエフェクトカーである。ドライバーはマリオ・アンドレッティとエリオ・デ・アンジェリス。1980年のシーズン途中で3代目のエントリーとして ナイジェル・マンセルが乗り、F1 デビューを果たしている。4台製作され、マンセルがデビュー時に使用した、シャーシナンバー4は、各部が変更された81バイトであった。この年またタイトルスポンサーが変わり、ボディカラーは、ブリティッシュグリーンから、エセックスのブルーになった。エントリー名も、チームエセックスロータスに変更された。エースドライバーに、マリオ・アンドレッティ、セカンドドライバーに、 前年のカルロス・ロイテマンに代わり、エリオ・デアンジェリスとなった。オーストリア GP では、ナイジェル・マンセルが3代目のエントリーとしてデビューし、計算戦に、スポット参戦した。序盤のブラジル GP にて、デアンジェリスが2位に入賞するが、それが、最高位となった。一方のアンドレッティはシーズンを通して6位が最高で、獲得ポイントもわずか1ポイントであった。このシーズンは、 ツインシャー氏のロータス88を投入する予定であったが、レギュレーション違反と判定され出走が認められなかった。代わりに81は第5戦まで使用され、その後は87に切り替えられた。新レギュレーションに合わせてスライディングスカートを廃止し、代わりにフロントウィングが追加された。ドライバーはエリオデ・アンジェリスがエースドライバーに昇格し、ナイジェル・マンセルも 正式にセカンドドライバーになった。このシーズンの最高位はベルディ GP でマンセルが81を買って記録した3位だった。なお、タイトルスポンサーはエセックスからシーズン途中に復帰した JPS に変更された。エセックスのサポートは1981年いっぱいまで継続された。フォード DFV22 ポイントのうち9ポイントが81による得点。 ありがとうございます。